さあ皆様こんばんは。さあここからゲーム 4G2 e スポーツ VS ロイヤルネバーギブアップの模様をお送りいたします。実況アイズ解説にはレバルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあというわけで G2 がついに T1 の文字を消したというニュースが、まあ詳しくは SNS の G2 のアカウントを見ていただければ、はい、2時間前ぐらいのツイートで確認できると思いますが、上には RNG の文字はなかったですかね。なかったですね。 T1 が一番上でしたから、ね、なるほど。もうこれ以上消すものがない前人未到のそういった状況になりますが、なんかフラグじゃないですけど、まあ、フラグは積極的に立てていった方が面白いですから。そうですね、はい。さあその G2、まあ、T1 に勝ちましたし、うん、ちょっと調子がいいと。そうですね、内容も非常に良かったですからね、うん。まあ、ちょっと序盤の立ち上がりの連戦のところでボットがやっぱりちょっと経験不足な部分があって、トレードのところでミスをしてしまいましたけど、そこからただそういったミスを序盤にしてもなお立て直せるだけのメンタルの強さを持ってますよね。特にヤンコス、ブロークンブレード、キャップス、この3名がなんか集団戦で立て直す力を持ってますよね。持ってますね。それにつられて途中からそのフラットやタワーガマスのパフォーマンスも立て直していくというところで非常にいいサイクルが生まれているなと。ただやっぱりちょっと集団戦におけるブロークンブレードのオーンが刺さりに刺さってたので、いやすごいですよあれは。なので、まあ、ちょっと RNG の方としても警戒していくだろうなと思いますけど。さあそして一方 RNG、まあ、ただトップにはビンがいますからね。そうなんですよね、この対戦非常に楽しみですね。あとは、まあ、TF というチャンピオンをどう評価するのかというのもちょっと気になってますけどね、うん、シャオフは行いました。ただ先ほどそのフェイカーの TF に対してカウントを当てた側の G2、 今回ブルーサイドになりますから、このドラフトのところが非常に楽しみですね。結局 TF にグエンもねカウンターとして、これ両チームやってるんですよ。キャップスとシャオフが TF にグエンを当てた選手なんです、うん、そこのグエンの評価、TF の評価はやはり気になるところ。さあその注目のドラフトです、まあ、かなり注目、本日一番熱いマッチアップかもしれません。両チームとも負けなしです。ファーストバンガンクプランクからすごいドラフトの入り方をしました G2。 まあ先ほどのガングプランクを見るとということですよね。まあブルーサイドの方が確かに番枠という意味ではこの今大会の MSI2022 では確かに余裕があると。そうですね、というのが一つポイントですが、 RNG もリスペクトバン入りましたよ。パイク、おータワーガマスのパイク、まあやっぱり普段のオフラインの環境の場合だとピンが一桁、一方で今大会は特別なシステムを組んでピンが大体30前後でというところですから、ちょっとパイクの復興を避けられないというシーンがグループステージでも目立ちましたから、そこをちょっと評価している部分もあると思いますね。まあ申し訳ないですけどピンが35だろうが、まあ、1、2だろうが私は避けられないですけど、ね、僕も避けられないですけど、ただちなみにモルガナのスネアも避けられないですね。ただプロはやっぱ違うんですよね。まあそうですよね、見てから避けるなんてよく言いますけど、見て避けたら当たりに行ってますから不思議と吸い込まれますよね。まあ、カリスタルブラントバンしてアーリーオープンのまんまウーコンファーストピック、ウーコンとアーリーどちらを取るのと駆け引きをしてウーコン、ここの評価としてはアーリーを取っても実は良かったとは思うんですけど、アーリーに対してそのベイガー、あーベックスですか、ベックスが、まあ、今大会他のチームチャレンジしてあまり評価は、まあ、いい結果は出なかったんですけど、シャオフはベックスとても得意なので、ちょっとそこをリスペクトしてミッドは後回しにした感じがありますね。なるほど、アーリー渡した方がいいだろうと。そしてアーリーに対して後出しで何を出すのか非常に楽しみですが、さあグエン、アーリー、ウーコンも MSI2022 を、まあ、称するチャンピオンたちが出てきています。 G2 のドラフトがどうなるか、まあでもこれ安尾ダイアナはさすがにないでしょうから。そうですね、勝負ですよね。おお、ゾーイ、ベックスではありません。トップ何出すのか、 GP 自分たちで回してしまいましたからブラッドですか。おー、ブロックンブロイドのブラッド、ジャックスは
リスクは高いですけど、でもお互いジャックス使いですよ。そうですね、見たいですけどね。あー、ブラッドですね。ジャックス見たかったな。まあ、やっぱり AD キャリーとサポート後回しはなんか今大会のドラフトの一つ傾向でもありますよね。でここでジャングルディエゴ抑えるのか。あー、エズリアル優先。ガラのエズリアルは本当に RNG 優先しますね。優先しますよ。他のチームだとそのエズリアルに対して、まあ、今回バンされてますけどカリスタを当てられたりだとか、あとはカイサを当てられたりだとかといったところでバースト勝負のところで負けてしまうというところ、エズリアルが逃げても、まあ、追いかけてくるチャンピオンといったところが当てられる可能性が高いので先出しというのが、まあ、かなり躊躇してるんですけど、 RNG は積極的にエズリアルを先出しピックしていきますね。むしろなんかカイサ来いよっていう勢いでやり取りますよね。そうなんですよね。そこがこう一つ RNG の面白いポイントではあります。トリスターナから、まずトリスターナ、今大会トリスターナってスケール、レイトスケールのようなチャンピオン、先ほどのリーサルテンポのザヤとか、はい、あとはコグマに象徴されるようなそういったレイトスケールのチャンピオンというよりは本当にアーリーゲームからとスノーボールする、オールイン系のチャンピオンとして使ってるチームが多いので、このトリスターナの番というのはやっぱりそこを RNG としても警戒しているというところだと思いますね。さあ、そしてやはり、まあ、取らなければそうですよね、番はしますよね、ビエゴ。こうなるとあとはシンジャオ、ジャーバン、リーシンあたりが、まあ、ウェイとしてはチャンピオンの選択肢に入ってくると、あ、ウーコンセナ警戒。ああ、なるほど、セナ番。セラもね、ちょくちょく体を出してきますね。そうですね、バフを受けてラスト版はカルマ、まあエズカルマのライン。こうなると一番から、お、ランブルジャングルですか。さすがにちょっと CC が足りないですけど、まあでもウェイならリーシン、うん、ナーフはされてしまいましたが、これでどうやら決まりそうです。そうですね、これで、まあ、エンゲージも、まあ、ディスエンゲージも可能、少数戦のところも強いピックにはなりましたけど、あとはしっかりとウコンに対して E を当てることができれば、うん、視界管理はできるというところはありますが、まあそうですね、やっぱりカイサ、カイサとどうしますかね、ノーチラスがいいような気もするんですけど、今大会ちょっと結果が出てないので、レオナですかね。エズリアルやアーリという高機動なチャンピオンに対してノーティアスのアルティメットというのは非常に効果的ではあるんですが、あとノーティアスじゃないと捕まえられないっていうのもありますよね。あ、やはりノーティアス、まあ、相性もいいですからね。さあ、ラストピック残ってるのはサポート、レオナかセトという選択肢もありますが、あー確かにエンゲージがやっぱりちょっと欲しいですよね、うん、まあ、より確実にエンゲージができる方、レオナを選択です。さあ、構成は出揃いました。まず G2 からブルーサイドでということで、ウーコンファーストからですけれども、起点はどこになりますか。そうですね、やっぱり全体的に、うん、アーリーゲームからスノーボールしていくというような構成ではないので、まあ、ボットレーンのところは少数戦でキルを取れるバーストを持っているチャンピオンの組み合わせにはなりますが、基本的にソロレーナーのピックがスケール系のチャンピオンになりますから、だいたいサンドラのファイトのタイミング20分あたりのところで集団戦で爆発するような構成になっています。そこまでをどうやって組み立てていくのかというところがとても重要になってきますね。一方の RNG としてもこちらも、まあ、20分過ぎからの集団戦が強力な構成になっていますから、ちょっと強いタイミングがかぶっていると。あ、そうなると一番重要な場所ってどこになるんですか。ポジション、ポジションとしてはやっぱり主導権を取るという上でミッドレーン、あー、まあ、キャップスに勝負ピック、うん、アーリー渡してですもんね、シャオフに。そうですね、アーリー VS 同意のところで、ただやっぱりアーリーの
チャンピオン性能の方が上回っている印象がありますし、リーシンとアーリーのキルラインといったところもリーシンのダメージが抑えられたとはいえしっかりと持ってますから、ミッドジャングルのところで RNG としてはテンポ作っていきたいのかなという感じがしますね。さあ始まりました MSI2022 ランブルステージで E1 ゲーム4 G2 e スポーツ VS ロイヤルネバーギブアップの試合スタートです。パッパもいつも通り映ってましたね、応援してましたね、はい、そしてキャップス電撃イグナイトですね、やる気です。対面のシャオフも電撃、ただテレポート、お互いコラプトポーションスタート。こうなるとやっぱりミッドレーンのところでシャオフが主導権を取れるとキャプス取り返せないですからね、テレポート持ってないですから、このミッドのところの勝負というのは RNG としては積極的に仕掛けていくと思います。 G2 もそれは間違いないですね。ただそうなった場合リーシンとウーコンだとやっぱりリーシンの方が序盤動きやすいというイメージありますけど、間違いないですね。ですから序盤のところはキャップスとしては少しセーフティーに引き気味にプレイしつつということにはなると思いますね。あとは、まあ、ボットレーンでフラクト、ターガマスが連の主導権を取って、ターガマスがミッドレーンのロームでミッドに対して圧力かけていくというプランもあると思いますね、まあ、クラップスになるのかね、クラップスになるのか、あれ一応調べたんですけど発音全く同じなんですね。そうですね発音がちょっとでも違うのかなと思ってわざわざ調べましたけどあの全く同じなんですよね。あれ SNS の文字遊びみたいな感じですかね。そう、どうやってあの呼び名を変えてるんだろうと思ったらもうただ単にプレイに影響してる、もうどっちかっていうのを聞いてるお客さんが判断するっていうねさあまずはその立ち上がり、ジャングルはあレッドサイドスタートです。互いにだからリシンはフルクリアルートですね。レベル3になってトップかミッドにガンクというパターンもなくはないですけど、まずはただ序盤本当にアクションは少ないですよね。お互いにやっぱりアイテム購入していきたい構成ですもんね、ファームして。そうですね、アクションが起こるとすればまあボットレーン、まあレーンの2対2ぐらいですかね。まあ、でもどんな構成でも大体ボットレーンってアクション起きますからそうですね、はい、レベル2先行のところでのアドバンテージ非常に大きいですし、サポートがタンクサポートでイグナイト持ってるんであればなおさらアクション狙いやすいですからね、もうヤンコススカットルというようなルートではないですね。ウルフ残しつつシャーフはリコールです。スカダのコントロール、カニのコントロール狙ってないですね。これクルフ、いやでもねトップのところでブラッドが大きく勝ってますから、トップサイド側のカニのコントロールちょっと狙ってますか。まあ取らない手はないですからね、うん、あとまあリシンのスタート位置がちょっと把握できてないというのもある程度あると思いますが、あウェイは本当にフルクリアです。レベル4行くルート、ただキャプスのワードの置き方から見るにある程度上のルートは予測してますね。一つ目のキルトリンケットは上側のリバーに置いて、そして二つ目のワードは下側のリバーに置いてますからね。こういうの結構大会出る前にどのチャンピオンだった場合にこういうルートを多く取ってくるとか言ってこうデータ取ってたりしますからね。まあそこの研究をしてないはずがないですよね。ビンは結構早めにテレポートしようです。もうディーバード置いてのリコールになるでしょうか。ピンでちょっとワード置いてるかどうか見えないですけど、あーワードはラプター前ですね。クルーグのところに置きに行かなかったんですね、リコールタイミングではヤンコスの方が若干早いですが、ルート的にはウェイの方が効率がいいというジャンプ。ちょうどジャングラーのリコールタイミングにも合わせてキャップスリコールしてビルド整えていきましたね。いやでもかなりのビッグウェーブ作れましたね G2 ボットレーン。ここはやっぱりボットレーンはキルポテンシャルある組み合わせなので狙ってはいきたいところですが、わーイグナイト使いました。ダイブウェーブそのまま維持、ウェイが寄ってくる、
これはブロークンブレード下がりますが、テレポートないので相当なロスが発生します。ビン勝ちました。レーニング、そのテレポート後の装備差生かしての動き見事でしたね。いやこれはさすがにジャングラム回避をしてトリップを取り返していかないとまずいですから。ただウェイもうレベル5ですからね。こっちヤンコスとしてはカウンタージャングルしたいはずです。ここはトップレーのところでウェイが時間を使いましたから、カウンターでミッドのところの主導権を取り返せると。 G2 としてはやはり最も重要なのはミッドの主導権ですから、ここをしっかりと取れるのであればまだリカバリー可能というふうに判断しているんですね。やはりターガンも動きますね。ああ本当ですね、ポットレーン離れてまだ6分とかですから、リフトヘラルドタイミングではないです。そしてミッドからトップにかけてのこれコントロールワードを置きに行ったってことですか。ただこれブルーバフに置かれているコントロールワードを実は気づけてないのでちょっと効果は薄めですね。さらにはレーンのディープワードも置けてますよ、アレンジは。やはりミッド周りのところの視界の勝負、あそこに仕掛けて当然イカレ投げのフックを合わす。チャーマーフラッシュアウト、ちょっとスリーパーブルの後のパドルスターが届きませんでした。現在のレベルです。おでもブロークンブレードそこまでレベル負けていません。ガラのレベルがちょっと低いですかね。そうですね、今レベル5にはなりましたが、やはりボットレーンの主導権握っているのは G2 ですからね。リコールタイミングといったところの差もあったと思います。今のところもかなりターガマス安定して視界の勝負のところを戦ってましたね。味方が寄れるタイミングまでワードの絵のオートアタックギリギリまで我慢して、味方がカバーできるタイミングになったらオートアタックしてミンの仕掛けを誘って反転というところを狙ってましたね。フラッシュでじゃあ使ったのもそれを狙いだったから。そうですね、ただ RNG としてもそこまで踏み込まなかったので最終的にはサマナスペのアドバンテージをしっかりと取れましたね。ああ即ゴースト、ただ強襲当たった。ワードブリンクからインセクフラッシュインで狙っていった。ブロークンブレードはダメージされるか、ビンここ当たりました。ファーストブラッド獲得はビン。ウェイあの状態から決めました、すごいですね。今のはフラッシュ使ってまで戻った価値はかなりありますね。カウンターで取られるものもないですし、トップレーンのこのミニオンウェーブのロスも非常に大きなものに、ね、なりますからね。これでまた大きなロスは2度目となります。ブロークンベイド、うまくそのテレポートによるレーン復帰がないといったところの差を生かしてウェブのアドバンテージに入れているタイミングでの2アクションで着実に有利を築いてきますね。ただリコールタイミングだったのでウェイ先にリフトヘラルドに触ったのは G2 e スポーツ、ただし RNG はリフトヘラルド見向きもしません。ボットレーンへのプレッシャーです。ドラゴン触ってるかどうかのチェックもある程度予測はしていると思いますけど実際に確認はできていないので、ボットのところ難しいですよね。ただキャンプスがミッドレーンである程度張り合えているので、周りによる周りのダイブがないということでレーンステイ可能と判断してますね。ここしかもソーラーフレア RNG としてはこれ今崩したかったんですよね。だからこそそうですね、よく避けました。ただドラゴンコールからウェイが寄ってきてズニスブレードからの怒り投げのフックの返しも素晴らしいんですが、タワーしたそれでも1トレード、ナックドアの生き残っている。フラッシュでチャーム うまく避けました。シャオフにタワーダメージ、ただウェイとガラの追撃、寄ってきたキャップス、スリーバーブラフラッシュアウト、それでもイグナイトが入っている。キャップスキル回収成功、フラッシュまで拾った。シャオフどうする、スピリットラッシュのスタックは1個あるが、フラッシュインオートアタック、オートアタック、オートアタック、ダブルキルキャップス。シャオフとの 1v1 どうだ、スリーバーブル避けた、シャオフただブッシュの中、マナもない、シャオフ追撃できない、オートアタックの開始がキャップス強い、たまらずシャオフフラッシュアウトです。ヤンコスが寄っていました。いや本当にレオナのアルティメット使わせていたのが効きましたね。いやそしてフラッグとのプレーが素晴らしかった、もう先読みフラッシュでしたよね。そうでしたね、
もうこのタイミングでシャオフーが入ってくるだろうと。トータルで RNG としても得はしなかったですね。1キル2キルですか。2キルですね。ボットを2人倒したと。メゼルのウルトも当たらなかった。この開始しっかりとレオナに合わせ、レオナに対して Q を合わせて、そしてここからのフラッグと、いい対応でしたね。ゼロ距離ですもんね。もう打ってないと当たってますね、うん、当たってますね。そしてここからいやパッシブのオートアタックが強かった。そうだ、地味にゾウ行って DPS 出るんですよね。キャップス当たった。ショフスプリットラッシュ、ヤンコスを狙いたいが、いやここは幻影です。トゥルーショットバラージャー当たるのい、ギリギリ。エズリアルのアルティメット視界は取れますけど狙いに行けないですね。リプレイから戻ってきたらキャップスが1キル、会場は大騒ぎです。どういうのか、カウンタージャングルしたってことですよ、ね、バブル。ここはただ追撃はできないでしょう。電撃イグナイトハマってますね、選択ハマってます。これ解放の戻しだったらダメージが足りなくてキル取れてないというシーンが2つありましたから、まあでもこれあれですよね、あえて言わせてもらいますけど、キル取ってるから許されてるわけですよね。そうですね、基本的にはやっぱり解放の魔導者の方が試合全体を通してできることの幅多いですからね。まあでもキャップスのその個性ですかね、うん、完全に。まあ、あとやっぱりそのミッドジャングルで戦ってくる RNG の構成に対して、ある程度戦える能力を持っておかないとゲームのペースをずーずーと取られてしまうという判断もあると思いますね。今のプレイ一つでも会場は沸いています。リコール、ガラのリコールを遅らせていました。トップアドバンテージを RNG 握れてますから、そこをスノーボールさせる選択に切り替えてます。なるほど。さあブロークンブレードを狙う。リンがプッシュをし、ウェイ、ミン、シャオフーと寄ってきました。4人体制です。アルティメットはいい形で当たってはいる。さあ沼で時間を稼ぎつつですが、そこにシャオフー、最後は針仕事か、いやシャオフーのキルになりました。さあ大事成功 RNG、 トッププレーのタワープレートを削りたいが、当然 G2 もボットプレートを削っています。これは折れますか。ミッドレーンのところもゾーニングしてますね。エズレールがファームできてません。なんとかそこをシャオフがちょっとミニマップ上ですが、そうですね、押し出してというような動きになっています。キャップスはただそれでもガラとの勝負。ただターガマスを狙っていたシャオフ、ターガマスフラッシュアウト、よー生存した。え、体力20。そしてその間にボットレのタワー、ファーストタワーはどうやら G2 リスポース折り返して RNG、リフトヘラルドアタックがボットレのインナータワーまでアタックしていたので大きく体力が削れています。これブラッドからするとウェブのアドバンテージのところでうまく有利取れればボットのセカンドタワーのローカルごと手に入れられそうな、そうですね、形になりましたね。ただブロークンブレードはやはり狙われているビンが CS の有利は大きくつけているというのがこのトップレーンの状況ですけど、 G2 としてはミッドジャングル、そしてボットレーンのところで有利を築いているので、ブロークンブレードにはちょっと、まあ、耐えてもらうという選択、うん、一方 RNG としてはヤンコス、キャップスのところで、まあ、やはり先ほどの 2対2の少数戦で負けてしまったところの影響もあるので、ミッド周りで勝負できないということで、唯一勝っているビンでゲームのペースを取り返していこうという選択を取ってますね。あ、このドラゴンにもだからビンが寄ってるわけですか。そうですね。ただキャップスがちょっと怖いんじゃないか、睨み合いは引いています。これボットレーンの後ろにウェイが入ろうとしたところ、ヤンコスが見ていました。いいダメージが入りましたね。そしてキャップスガラにヒット、ただビンが前に出てくる。ソーラーフレアはスタンにはなっていません。エヴァンフロストで返してトゥルーショットバラージはギリギリかすめたが、ヤンコスとウェイとの 1v1、 これはウェイたまらず蹴りました。寄ってくるのはシャウフ、いや仕掛けられない。これでヤンコスロアルティメット2回目も使用してクールダウンです。チャーム当たらず、ここも幻影で対応です。ヤンコスただうまく体力のアドバンテージを RNG 作りましたかね。ビンとシャオフの体力はマックス、ほぼマックスです。ビンのアルティメットは上がっています。シャオフ次第です、これ。なるほど。
スプリットラッシュはどのように打つか。ドラゴンを触っているのは G2、 裏からはヤンコスが入ろうとしている。そこをキャップスが援護してスマイダブルスマイトでここは取ることに成功。ただその後逃げ先にはビンがいる。ただスリープバブルで追撃はできない。うわー、そしてフラッグだがキラーボイドアルティメットで位置を入れ替えて1キル獲得はなんと G2 e スポーツ。そこからのファイトはまだ望むか。裏に入ったウェイですがキルは拾えなかった。ターガマスは怒りだけのフック。なんとドラゴン、そして2キル獲得、 G2 e スポーツ。エンゲージ担当のミンがキルは取られなかったものの大きく体力を削られていてリコールして体力回復せざるを得なかったというところが非常に大きかったですね。リーシンのアルティメットもなかったのでシャオフしかゲームのところ敵を捕まえる手段がなかったんですけど、プレッシャーをかけられてうまくいけませんでしたね。リプレイです。ビンの位置めちゃくちゃいいかなと思ったんですけどね、これ。そうですね、ただこれ冷静でしたね、キャプトンの対応。ダブルの中に入ってスリープバブルを当ててと。いや、このブラッドの入り方されたらガラとシャオフは下がるしかないですね。ブロークンブレードがあの体力でゾーニングしてたんですね、キャリー2人。ブラッドだからこそできる動きでしたね。さあ、リフトヘラルド、ちょっとウェイ危険なポジションか。いや、スマイトでスカトルスティールしたぞ。スリップバブルもステップで避けて。いや、ただスマイトがクールダウンなので、ヘラルド触れますかこれ。あと、まあ、4分の1ほどで CD は上がりますが。いや、となるとゾーイからずっとポークされ続けることになるんですけど。なるほど、このキャップスのポジションを守ってるのはヤンコス。あー、ウェイちょっと引いて逃げました。実もこれが分かっていたので深追いはしていない。無理しないですよね。シャオフはブロックブレード捕まえようとしましたが届かず。やっぱりそのポークが可能なチャンピオンを相手にしたときにオブジェクトを先に触るというのは非常にリスクありますよね。さあ、ウェイがもう一度ミッドレインでソラフレアスタンにはなっていない。トゥルーショットバラージ、チャームは幻影です。あ、失礼、ミスティックショットでしたか。ビン狙われているぞ、ブラストコーンからすぐさまテレポートで反転していく。ビン張り仕事、いいダメージが入っているか。ただ4人いるのが G2 e スポーツ。さらにはテレポートでカバーに来た。シャオフも狙われる。ダブルキル獲得はフラッグド。なんていうか本当に今のは LEC らしいベイトでしたね。ベイトでしたかあれが。はい。あ、ただミッドに寄ろうとしたところはウェイが見ていました。ターガムスデッドです。ただちょっと正しい字はできないですね。得られたものは G2 の方が大きいですから。リフトヘラルドを使ってトップのアウタータワーへのタックル。さあ、これでタワー先行しました。 G2 スポーツ、これヤンコス犠牲に。うわ、うわー、間に合った。なんという、ヤンコスは無理に追いません。ただトータルでトップのファーストタワーがカイサーに入ってますし、キルを取ったのも EC にゴールドが集まってますから、グエンやアーリーエズリアルではないんですよね。それを考えると、まあ、G2 の方がトータルのトータルでは上回っているというふうに言えると思いますね。見てください、キャップスがメジャーに購入しました。まあ、ここまでのところ7キルに関わって非常に素晴らしいプレー続けてますからね。10ページあります。10ページどこまで伸ばせますかね。そして、まあ、減らさずに済むかどうかですが、いや RNG としてはこれページ減らさないとまずいですよ。まあ、ここフラッグドがから入って、曖昧な仕掛けをして相手の反転を誘ってミッドを先にポジションアドバンテージ作っていることを生かして先に寄ると。フラッグドのじゃあの動きがベイドだったの。そうですね。さあ、ドラゴンソウルはマウンテンとなります。お互い一つずつドラゴンスタックは獲得している。またマウンテンですか。なんか集団戦に関わるとても重要なドラゴン多いですね。ちょっとガラが先ほどからですね、そのゾーイのアルティメットのブリンク先に合わせてミスティックショット毎回合わせてるんですよ。取れたら一つでも外してゾーイの Q 受けてしまうとトレードの収支は完全に負けてしまいますから。いや、そうなんですよ。本当にこう心臓が強いですよね。でもこれ3度4度目ぐらいじゃないですか今のプレー。ずっと続けてますね。ドラゴンバラーと5秒です。
今の段階だとどちらの方がゴールド的には G2 が有利ですけど、まあ、これはそのゾーイのポークが集団戦始まる前に決まるかどうかっていうのとても重要になってきますが、ボットサイドから G2 は行きます。ミッド側へは RNG ドラゴンを捨ててブロックブレードを狙いに行く。竜の怒りからさらにはチャームを合わせた。ただドラゴン獲得は G2 e スポーツ、ミッドレーンのアウターを狙える状況です。 RNG このトレードはどうなんでしょう。瞬間的なトレード RNG が上回りましたね。 RNG の方が上回ってる、はい、ミッドのファースター取ることで上回ったと言えると思いますね。不思議だったのは G2 がミッドのところでのプッシュの勝負仕掛けなかったことが意外でしたね。あ、やっぱりそうですよね、はい、勝てないと踏んだということになります。でもゾーイのなんかスリップアブルをあのミッドのボット側のブッシュに置くだけでポジションは取れそうかなと思ってたんですけど、うん、そうですね。わあ、いやこれは読めない。バロン触ってるぞ。気づけるか。ミンが走っている。ウェイも来ている。ただ5000、ただウェイスマイトはある。打った、見えた、いった、取れなかった。 G2 がバロンを抑えました。シャオフまたしてもテレポートを使って寄ってはいました。バロン獲得 G2 スポーツです。300でしたか。難しいシーンでしたね。いやウェイのリーシーンなら取るかと思いましたけどね。300残りましたね。ギリギリでしたね。これはどこまで実はアドリブだったんですかね。いやもうボットから行ってるあのドラゴンあたりからじゃないですか。あそこで違和感感じたじゃないですか。はい、感じましたね。そこからバロンの流れがすごいスムーズで考えてたとしか思えないんですけど。いやそうなんですよ、僕も今それ感じましたよ。680、これリシンの9のダメージ、なるほど、バロンに入ってなかったんですね。あ、それでダメージ計算がずれたんですか。キャップス嬉しそうでしたね。わー、当たった。これが割り合わないですね。一応レッドバフがありますけど、柄ブラックの体力も大きく削れている。ボットレーンではビンが押しています。リシンが面白いポジションに隠れてますけど、全部ワードありますよ行く先に。そうなんですよ。あ、でも唯一の通路、ギリギリこれは映ったか。そこで仕掛けに行くソーラーフレアから真正面。ヤンクスは幻影、それでもガラが1キル。ただにはピンがバックラインへのテレポート。これは RNG、 試合の終盤戦の形は非常に美しいんですが、キャップスは安全な距離からそのキャップスを狙ってウェイが入りに行く。ただダメージは足りない。スリープパール、また決めていた。ブロークンブレード素晴らしすぎるな。一人で3人ゾーニングしました。誰も入らせませんでしたよ。いや、ウーコンが何も仕事させてもらえなかったんですよ。アルティメット保持したままデスをしたので、バックラインから2人入ってくる。これは RNG 勝てるぞと思ったんですが、すごい集団戦の作り方しましたよね。だってしましたね。そのグエンへの対応の素晴らしさ、迷いのなさが、ビン何もさせてもらえなかったですね。ここまでですか。ちょっとリプレイもう一度見ましょう。ブロックンブレードもすごかったんですよね。すごかったですね。ただここでミンのエンゲージの仕方、そしてシャオフのチャームといったところでヤンコスが何もさせてもらえずに倒されてしまったんですよね。これで勝負あったかなとも思ったんですけど、まずこのビンへの対応の素晴らしさで、そしてここからのブロックンブレードのゾーニング、うわ、またキャリー2人ゾーニングしてるんですか。ウェイが1人浮いてしまいましたね。そのスリープバブル当てたキャプスも素晴らしいですし、いやでもあれなかったらウェイと合わせてガラとシャフが入ってるんですよね。入ってますね。あの状況の中でよく W 残してましたね。これ RNG だから集団戦勝つためにはブロークンブレード落とす必要があるんじゃないですか。そうなってると思います。ウーコン先に倒してもなおですからね。そうですよね。いやー、メジャーイス
のスタックは現在14になりました。ストップウォッチ3人持ってますね。ただバロンの時間は終わりましたから、 RNG は全体的に広がって全面を押すような動きをしています。ブロークンブレードにはシャフ、ちょっとゴールドも RNG 負けてますから、回復阻害のアイテムを買うこともなかなかできなさそうですし、しかもこれマウンテンドレイク取れば3つ目、ソウルエイドリーチが G2 スポーツです。代わりにトップのインナータワーが欲しい RNG、 ただキャップス読んでいる、降り切ることはできません。ゴールドアドバンテージが非常に大きいですし、集団戦に強力なチャンピオン実は揃えてますから、素直に5対5当たったら実は有利な状況は間違いないですね。しかもガラにやっぱりお金が集まってないというのがよくありますね。 2.5 コアですよ、一方でフラット3コア、しかもストップウォッチまでできている。うまくアルティメットを当てて体力を削って、こういった視界のところを潰しにかかろうとしてますけど、いやでも悠々と入っていけます。 G2 さあちょっとブロークンブレード立ち合うような形だ。 1v1 になった。イグナイト速攻で打つ、針仕事、ダメージ入る、沼とイグナイトのドットダメージでネット、ビンがそろける、ビンがそろける、そこに合わせてフラッグの回収成功、イデジトレード、シャオフのチャーまっすぐさまクレンズ、スピットラッシュの最後の一発でなんとか離脱はできました。11トレードです。ピン凄まじい反応、おかしくなかったですか今分かってなかったんですけどね、互いに相手がそこにいることが意外で、突発的な1対1のファイトだったんですけど、ピンの超反応しかも9打った後ですよね。そうなんですよ、9使った直後なんですよこれフラットもよく取りましたけど、ビンがこれで変化をつけられるかどうかですが、バンシーまではただもうちょっとお金が必要か。できると一気に集団戦でのフロントラインとしてのパフォーマンスが上がるんですが、さあバロンがアップ、ビンはとにかくサイドを押すような動きを続けていますが、テレポートは上がっていますから、そういったプレーも行えます。実としてはここをバロン触りたいですね。まずは視界から、さあどうする、触るふりだけしますね。そうですね、誘ってましたねこれでミッドレーンのところプッシュのアドバンテージを握れますから、そうですね、サイドに対してまた有利を作れます。わお、いやータップス素晴らしい働き、ニュアウェイが守る、ただそれも見えています。テレポートがないのが G2 スポーツです。これチームとしてテレポートは持っていません。 RNG はそこをなんとか生かそうと動いています。ただしっかりとキャプスが今のところで睨みを効かせることによって、あ RNG が取ろうとしているアドバンテージをしっかりと潰してますね。トラフェアどうだ、フラッグのはスタンになっていない、クレンズはクールダウンでした。当たっていればというシーンです。ヤンコスが前に出てエズリアの W を受けて、カイサーがバーストのダメージ食らうのを防いでましたし、冷静に対応してますね。そしてリコールタイミングを作りました。本来先ほど G2 がリコールタイミングに入っているはずで、 RNG がバロン前のポジションを取って今 RNG のテンポだったはずなんですが、キャップスがそこを潰したので、ここ RNG サイドのテンポにならず今 G2 がポジション握ってるわけですか。そうなりますね、本当に少しのプレーなんですけど、あだからバロン前リバー付近にバードが置けなかった RNG。 そうなりますね、ドラゴン1分前なんですが、ドラゴン前でファイトが起きる。チャームが当たった、キャップスに当たった、これはどうだ、キャップスフラッシュアウト、キャップス倒した、ウェイの竜の怒り。さあここでブロークンブレードが入ってきますが、当然陣形は整えている RNG、スーッと下がりました。ただこれで11トレードです。ビンもデッドしています。ただこれゾーイというボッケーのチャンピオンがいなくなったことの価値は大きいです。ガラが
そうですね、一方的にこういった形でダメージ与えられますからね。さらにはメジャイのスタックが一気に落ちました。4スタック、これだともう、そうですね、ここアイテムのスロットもないことも考えると売って別のアイテム買った方がいいレベルまで AP 下がってますね。そう、これで欲しかったバロン前のポジション取れましたね。ただしマウンテンソウルのスタックを考えると G2 どう判断しますか。ちょっとどちら両チーム難しいですね。あ、これで今キャップスアップ、ビンもアップ、ビンはテレポートがある、そしてドラゴンもアップした。アルティメットのクールダウンを考えるとウーコンは上がらないですが、シャオフが使うアリは上がりますから、ええ、そこのリソースの差があります。 G2 としてはドラゴン前に入っていくことができないですね。そしてビンがテレポートを使って一人でドラゴンを触っています。実はそれに対し触りました、バロンに今触りました。キャップスもこれはゴールできるでしょう。シャオフが警戒しながらガラとシャオフが行きました。ドラゴンのコールがありました。裏からはミ、ウェイ、裏からはウェイ、ただウェイの位置が分かった。ただヤンコスの体力は非常に低い、これは事実できない。 RNG 囲い込んでいる、ソーラーフレは当たらず、ただ裏からはシャウフ、エバーフロスト、チャーム完璧か。ただ爆雷発射の打ち上げでデッド、シャウフデッド、そしてブロークンブレード 1v2、 ただここはガラが倒します。そしてブラストコーンから当然狙いに行く、ガラが旋風炎舞で打ち上がってヤンコスが打ち落とした。ようやくビンが集団戦に合流しましたが、もう人数差ができている、なんということだ。4キル獲得、 G2e スポーツ残ったのはウェイのみです。G2 のボットデュオ本当に新人なんですかね。新人ですよ、国際戦初ですよ。ちょっとすさまじいパフォーマンスなんですけど。フラックと、とてつもないな。フラックと現在21歳、ターガマスも21歳です。なんか EU はすごい選手がどんどん出てきますね。いや本当ですね。ちょっとリプレイです。ここの形としてはその事前に置いたミンが置いたワードも相まって逃げるルート確保できているので、逃げるルートの視界を確保できているので、アレンジがとても仕掛けやすかったと。ただここでターガマスがシャオフに対してオールインした判断、ここが非常に良かった。そしてワンブーマンのところでフラットがリシウェイに対して負けなかった、あこの2点が大きかったですね。ここでフラットの体力が十分あるのでオールインに対して付き合っていけると。ここも狙われていますけど体力があるからこそ、そうなんですよね、このところもしっかりとサイドステップしながら、見事ですね。うわ、アグロ引きつつ4000ダメージですか。フラックのとてつもない、ビンちょっと何も集団戦仕事させてもらえないですね。ただ大量のこうストップウォッチがなくなりましたから。あ、でもガーディアンエンジェルになっています。フラックのキャップスのスタックが14スタックに戻りました。なんでですか。さあ現在 G21 連勝中、この試合勝てば G22。 ただやっぱりインヒビタータワーの CG はちょっと難しいですね。どうしてもカイサーオートアタックレンジ短いですもんね。そうですね、さらには、まあ、ここまでのところ睨み合いで非常に長いレンジからポークができているゾーイなんですけども、インヒビターターン前は地形の関係上そこまで、ポークの射程を伸ばすことができないですから、だとジャングル内のワードを壊されないようにしているというのも大きいでしょうか。ウェイ VS ヤンコス、おっと旋風炎舞使ったが、フラッシュで竜の怒り手前に飛ばして、そこにフラックのギラーボイド、ただウェイ生き残った。ヤンコスはチャーまだっていますが、まだ生存、シャウフ倒せるか、いやビンがシャットダウン、ただガーラの体力あまりに減っているが、倒されなかったのは RNG。 ただこのままCGができます。トゥルショットバラージはヒットはしますが、インキビタータワー破壊成功、インキビターまでいけるかどうか。ガラが現在リコール中、ようやくリコール終わって体力はまだ回復していない、その頃にはインキビター破壊成功です。 G2 下がります。今のところガラよく生き残りましたね、ヒールもなかったので。今倒されてたらエンドありましたもんね。ありましたね。ちょっとウェイが、まあ、相手の仕掛け誘う形で 1v1 を仕掛けたんですけど、キックの方向が良くなかったので本当にあわやという状況でしたね。まあ、ここでミニオンウェーブ止めながら仕掛けを誘って回答するところだったんですけど、ガラの方向に蹴ってしまったので、
ここでこのガラがもう E のクランがまだ上がらないので、うわギリギリでしたね。イカシアの雨ちょっとおかしな。どうしますか。誰もフリーにできないですね、実のメンバー。RNG はどこからフォーカスしていくのか非常に難しい。いやでもフラッグで落とさないとガーディアンエンジェル。そうなんですよ、まあ、こういう時に持つガーディアンエンジェル本当に強いですからね。あーブロークンブレードもゾーニアができました。そしてマウンテンソウル、おビンのまずはハイステイキングティーパーガーマス、おっとビンビンビン、そのまま倒した。さあ人数差があるがパドルスターはいいダメージ、シャオフにヒット、ヤンコスラ判定、旋風ウェーブ、ガラは反応したがシャオフが狙われて届いた。そして裏に入っていくフラッグのガラは応戦します。キャプスはフラッシュを拾っている、一旦距離を取る、ガーディアンジェルでの復活フラッグのフラッシュインからエヴァーフロスト、スネアにはなっている、それともガラ安全圏前に出てキャプスオートアタック、エース獲得 J2 e スポーツ、あの RNG を真正面から叩き潰しました。いや本当に G2 強いですね。この試合ビン全く仕事させてもらえなかったですね。ビンが一番最初に行って1キロ 取りましたけど、そこからのところでやっぱり W 使った後だったので相手のリアクションに対して対応ができない。 G2 ではもうありません、 G2020 です。いや勝利したのは G2 e スポーツとなりました。すさまじい序盤のそのトップレーン不利なマッチアップの中でもテレポートがあるなしの差うまく活かして、不利な中でもテレポートを使ってウェブのマネジメントを活かして、そこからウェイを呼んでトップのところでビンがスノーボールという選択を作った RNG 見事でしたけど、それ以上にキャップスのゲームのテンポを作る動き、ミッド周りでのアドバンテージ、何よりも会場を味方につけてるってことですよ。そうですね、韓国のファンがとてつもなく喜んでましたね。いや T1 に勝ったんだから RNG にも勝てよっていう空気なんでしょうね。そういうことだと思いますね。ファーストブラッドキング、ヤンコス、フラッグとターガマスも素晴らしかったですね。この G2 が自国の LEC のリージョンのシーズン中に苦しんでたチームっていうんですから、まあやっぱ噛み合うとということなんですよね。あとやっぱりこう試合を得るごとに成長している、特にやっぱりボットリオは経験が薄いリオですから1試合1試合から得られる経験値というのはとても大きいということはあると思いますね。あとブロークンブレード、こんなチームに噛み合うんですか。なんかもっと僕は何でしょう、レーン番長といったらあれですけど、分かります、レーンで勝てなかったら試合から存在感減ってしまうタイプのプレイヤーなのかなと。あの TSM の時はそうでしたよね。ただこの試合レーン戦のところでまあ狙われてしまったんですけど、集団戦においてのそのブラッドのパフォーマンス、相手のキャリー2人、しかも機動力のあるエズリアルとアーリというチャンピオンをずっとゾーニングしているというし目立ちましたし、いや本当に素晴らしかったですね。いやこれで RNG の文字もきっと消すんでしょうね。消すんでしょうね。あのマネージャー会場あのステージに登って喜んでましたからね。さすがに真ん中までは行かなかったですけど。いやレベルさん一言いいですか。この G2 e スポーツをティア A にしたキャスターがいるらしいんですよ。そうですね、何名でしたかね。あれ S ティアにしてたキャスターもいるらしいですよ。ちょっと誰かは私の口からは言いませんけれども、皆さんあと SNS を確認していただければ、LJL の公式ツイッターの、担当の方分かってますね。あ昨日リツイートされてましたよ。あ本当ですか、はい、あもう一度お願いしますね。いやー、うーん、想像以上に強いですね。もう全然なんか事前予測してたそのパワーランキングでもそうですけど、うん、こういう結果になるとは誰もが予想してなかったことですから。そうですね、無敗で1日目無敗で終えるのは T1 か RNG どちらかだろうと予想してましたけど、
いやー、G2 でしたね。そしてなんか驚きの内容ではなかったですね、はい、あの勝ち方が非常にこう強い勝ち方というか、まあ、奇跡が起きてるわけではないというような内容でしたから、いやこの後もだからちょっと G2 の試合、そして RNGT1 の試合も見逃せないということになってきます、うん。さあものすごく興奮してしまってすごく喋っちゃったんですけど、続きましてはゲーム5、まだ本日ありますからね試合、サイゴンバッファロー VS イビルジーニアスということで、続きましてゲーム5ですね、はい、ここでインターバルに入らさせていただきます。ニコニコです、失礼いたします。